フライバックコンペの様子。野ソ空イベント072007年8月野代宇宙イベントは、野ソ空イベント協議会が中心となって、秋田県野代市で行っている宇宙イベント。野ソ空イベント協議会が主催となり、日本の宇宙教育のためのイベントとして、野代市及び秋田県の協力のもと2005年夏に開催が始まった。二千十年には、 高校生と大学生合わせて400人が参加するなど国内最大規模の学生または社会人によるロケット打ち上げ及び自立ロボット制御のアマチュア大会に発展した宇宙イベントではモデルロケットの打ち上げやカンサットキットコンペ、カンサットによるフライバックコンペ、ローバー走行コンペなどが行われる全日程見学可能だが特に一般公開日が設けられ モデルロケット打ち上げなど見学に来た地域の子供を対象に体験打ち上げが実施されている。のしろ空イベントのメイン会場。のしろ多目的実験場に付近にある長さ3トル幅5 0 0ルの平坦地で、のしろ市沿岸部に広がる風の松原に囲まれている。この土地の活用方法を考案したことがイベントの発足につながった。なお、この土地は、 朝ない第二交際体積場であるが、イベントをきっかけに、のしろ空広場の愛称で呼ばれるようになった。のしろ空イベントを応援する目的で作られたマスコットキャラクター。女の子の姿をした小さなロケットの妖精で、ロケットを抱えたり乗ったりしていることが多い。いつか宇宙に行くのが夢。2007年現在、秋田大学、大学宇宙工学コンソーシアム。 東海大学、東北大学、日本モデルロケット協会の5社が、のっしろ空イベント協議会の議決機関となっている。これに加え、イベントを直接運営する、事務局と安全指導を行う安全管理部門で、協議会を構成している。ありがとうございます。